照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対広島東洋カープの10回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。まずはタイガースの先発村上が甲子園のマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。打ちました、ピッチャーゴロ。セカンド取った、アウト。ここは送球が間に合っています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。初球を狙ってくるバッターですからね、安易にストライクを取りに行くと危険ですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。初球空振りです。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには3番松山、2試合当たりが出ていません。2アウトランナーありません。先発ピッチャー村上、そしてキャッチャーは坂本。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。ここも空振り、変化球空振り、3アウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の森下。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは近本。前回のゲームはホームランを含む猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。さあカープはルーキーが登板ということになります。初球打ち、これはどうか。田中、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている中野。前回のゲームで5安打の大活躍でした。もう大爆発でしたよね。打てばヒットという感じでしたよね。さあこの調子を維持していけるか。ヒットでランナーを一塁に置いています。さて好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のカープは最下位と何とか立て直したいところです。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならない。打ちました、これはどうだ。タイガースチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。まあ取れる時にしっかり点を取っておきたいですよね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには山川が入っています。初球ストライク、引っ張った、この当たりはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、ファーストランナーもホームイン。タイガースが先制しました。見事なタイムリーヒット、2対0になりました。タイガースなおもチャンスです。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。初回からの先制点タイムリーで上げています。さあそしてバッターボックスには佐藤が入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですよね。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンアップなんでそれ以上期待したいですよね。打ちました、菊池、一塁送球します。アウト、ワンアウト。タイガース1点追加します。アウトの間に得点、3対0、タイガース3点リードとなりました。バッターは注目のルーキー原。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。
いいところで打って勝負強いところを見せましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガースさらに得点を上げ引き離しています。インサイドレフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。レフト掴んで2アウト。6番バッター森下、前回のゲームでは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。さあこの調子を維持していけるか。2アウトになっています。打ちました。これはどうか。センターに抜けました。ランナー出ました。タイガースです。2アウトランナー1塁。バッターは7番に入っている坂本。前回のゲームではホームランを含む猛打賞を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ヒットでランナーを1塁に置いています。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取って3アウトです。しかし2回に入ります。追いかけるカープの攻撃。バッターボックス鈴木、2試合当たりが出ていません。さてタイガースの先発は村上、今日が4試合目の登板になります。前回の登板は9イニング投げて自責点に勝ち投手になっています。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。スプリットの落差が絶妙でしたよね。バッターボックスは5番西川。前回のゲームはマルチ安打を記録しています。村上、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。落ちる球、見逃してストライクです。ノーボールツーストライクです。変化球空振り。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターボックスは6番堂林。ツーアウトランナーありません。初球大きな変化球打ちました。痛烈、切れていきます。ファウル、アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ショートが構えます。木浪が掴んで3アウトです。反撃したいカープでしたがここは三者凡退に終わっています。3対0タイガースがリードしています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。タイガースの攻撃。バッターボックスは8番木浪。前回のゲームでホームランを含む猛打賞を記録しています。当たってましたよね。バットが触れてましたからね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。初球打ち、打球はライトへ。ここはフライになっています。ライトが取りました。さあバッターとしてはどうか。先発ピッチャーの村上がバッターボックスに入ります。今日はここまでいいピッチングしてますから、バッティングの方でもいいところを見せてくれるんじゃないでしょうかね。なるほど。さあいい流れをバッティングでも活かせるか。初球打ち、これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には近本が入ります。さあ追加点の欲しい場面。初球打ち、大きな打球になった。さあどうだ。ライトが取りました。2アウトです。さあそしてバッターボックスには中野入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですよね。あっと真ん中決まった。いいコースに投げてきました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあインサイド落ちました。これはおっと、取った。アウト。スタンドのファンも沸いています。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。2回終わって3対0タイガースがリードしています。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。8番バッターはキャッチャー坂倉。村上、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球、これは大きな変化球。危ない球です。3球目は何で来るか。落ちる球、見逃してストライクです。ワンボールツーストライク。引
バッターライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の森下がバッターボックスです。まあ少し不安な球種とかをここで試してみてもいいかもしれませんね。そうですね。ノーボールツーストライク。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0タイガースがリードしています。こちらが先ほどの配球になります。初球ボール。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。変化球空振り、ワンアウトです。打席には4番バッター佐藤。先ほどの打席で打点を挙げています。まあできれば打って決めたかったでしょうけどね。ええ、今度はいいところを見せたいですよね。はい、そうですよね。期待しましょう。森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。5番バッター原。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。初球打ち、ライン際に打球が飛んでいる。わずかに左に切れました。ファールボール。アウトコース空振り。あっという間に2ストライクです。打ちました。これはどうか、センターへ抜ける。これで5試合連続安打。2アウトランナー1塁。打順は6番森下。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。中への変化球外れました。これが3球目。真ん中決まった。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。ボールを捉えられませんでした。4回に入っていきます。カープ打順よく1番から始まります。バッターは田中。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガースリードで迎える4回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックス菊池。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。村上、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球空振り。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。このスプリットの押していくタイミングが素晴らしかったと思いますね。バッターボックスには3番松山。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。2アウトランナーありません。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0タイガースがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。坂本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガースリードで迎える4回の攻撃です。引っ張った、大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース4対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。その際4点、大きくリードを取りました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。打順は8番木浪。タイガースホームランで得点を挙げています。初球打ち、この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ノーアウトランナー二塁です。さあ打席には先発の村上が入ります。
ここで中押し点を決めて打つ方でも貢献したいですよね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。まず何を投げてくるか。打ちました。取った。一塁を送ります。アウト。ワンアウトです。さあそして打席には近本が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。バッターの近本、今シーズンの得点圏打率は5割ちょうどとなって、打ちました。弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。2アウトです。つなげたかったですね。まあでもチャンスは続いていますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には2番の2球目打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。5対0タイガースリードを5点に広げています。3番バッター山川。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。この変化球はバットが合いません。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ここはランナー返せません。里崎さん、ここまでピッチャーは一人のランナーも出していません。パーフェクトピッチングです。まあそうですね、コントロールもいいですし、ストレート変化球ともに。2球目打ちました。木浪が抑えています。ワンアウト。バッターボックスは5番西川。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。三振です。バッターボックスには6番堂林。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。2アウトランナーありません。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対0タイガースがリードしています。5回の裏、さあタイガースこの回は4番から始まります。バッターは佐藤。先ほどの打席はインサイド落ちました。これはどうだ。取った。一塁へ。佐藤ヒットが出ます。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス原。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナー打ちました。ショート取った。二塁を送ります。セカンドホースアウト。一塁転送アウト。ダブルプレー。狙っていって空振りです。これが2球目。ボールになります。これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライク。変化球空振り。ここまでのハイライトです。1回の裏、先制のランナーを置いて3番バッター山川。ランナー2人を返すタイムリー。タイガース先制します。4回の表、ここも三振。次々と三振に切って取ります。裏の攻撃、この回の先頭バッター坂本、2球目を捉えました。タイガース1点を追加します。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるカープの攻撃。ピレラがバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファールフライに倒れています。タイガース大きく点差をつけて6回を迎えています。さあ勝負してくるのか。打ちました。これはどうか。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウト。バッターボックスは8番坂倉。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。
村上、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー。バッターボックスには代打の磯村。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。いい当たり、これはどうだ。三遊間抜ける。二塁はセーフ。タイガースピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。打順は1番に帰ります。バッター田中。まあタイガースバッテリーとしてはインサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。カープ1点返しました。さあそしてバッターボックスには菊池が入っています。さあピンチは続いています。向こうの攻撃がいい形になりかけてるんでね、ここできっちり抑えておきたいですね。なるほど、そうですよね。空振り。ここはランナーを変えさせません。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね、初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。村上が抑えて3アウトチェンジです。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。5対1カープが得点しました。カープ6回の裏タイガースの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。背番号16今村がマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは今村、今シーズン11試合目の登板です。さあ赤星さん、ここでリリーフを送ってきました。そうですね、まあここはじっくり攻めていけばいいと思いますけどね。なるほど。さあここから点差を広げていけるか。ライト方向を流しました。これはどう、おっと取った、アウト。ファインプレイ。いいプレーに阻まれてしまいました。8番バッター木浪。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。2球目打ちました。サード取った。ツーアウトになりました。さあ今度はバッティング、村上が打席に入ります。初球は何から入ってくるか。打ちました。田中、これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。さあツーアウトですが追加点のランナーを置いています。バッターは近本。そして一塁ランナーは俊足。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ツーアウト二塁一塁。打順は2番中野。連打でチャンスを広げた場面となっています。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。打ちました。取った。一塁送球。これで3安打猛打賞。ツーアウト満塁です。しっかりつなげてきましたね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね。外の球打った。セカンドの右掴んだ。一塁アウト。これで3アウト。里崎さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことが。打ちました。痛烈。三遊間抜ける。鈴木、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。インサイド変化球決まっています。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。中野抑えてワンアウト。6番バッター堂林。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。打ちました。取った。二塁へ。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5対1。赤星さん、打線がつながっている時というのはやはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか。気持ちの部分で相手よりかなり優位に立ってますからね。そうですよね。いい流れ続いてほしいところです。低めは外れました。打った。
になった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターは5番原。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はライトへ。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは6番森下。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれません。おっつけて打ちました。あっと、これは落ちそうだ。取ってツーアウトです。ファーストランナー飛び出している。バッターは7番坂本。今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。打ちました。ショート取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。8回まで来ました。7番から始まるカープの攻撃。バッターはピレラ。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。タイガースリードで迎える8回です。見逃し三振、まず一つアウト。バッターボックスには代打の大森、村上。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。セカンド取る。アウト、ツーアウト。バッターは9番磯村。さっき打たれたスプリットを今度はどう使うかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打ちました。中野、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対1、タイガースがリードしています。8回の裏、タイガースの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。中村が3番手としてマウンドに上がります。さあ、マウンドを任されたのは中村。今シーズン18試合目の登板です。初球打ち、さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。今日もマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。さあ、この終盤で追加点のランナーを置いています。しかもノーアウトです。そしてバッターはピッチャーの村上。ここはインサイド落ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー三塁二塁。さあ、そして打席には近本が入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。何が起こるか分かりませんから、ここもしっかりダメ押し点を取っておきたいですね。なるほど、そうですね。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、右中間へのタイムリーヒット。7対1、タイガースリードを6点に広げています。バッターボックスには2番中野。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ、2球目打ちました。セカンドうまくさばいて一塁送球します。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは3番山川。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。セカンドランナー動けず、引っ張った。サード取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。打順は4番佐藤。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。引っ張った。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。鈴木が抑えて3アウトチェンジです。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。さあ、3球目は何か。引っ張った。ファーストゴロ、ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番菊池。今日は3打席全て三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。変化球空振り、これで2アウト。バッターボックス松山。今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、変化球で空振りを取ります。試合終了。試合を制したのは阪神タイガースです。
今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は